モンキコクビガメは、爬虫中カメ目、クビガメか南米ヨコクビガメ属に分類されるカメ。別名テレ系クビガメ。エクアドル東部、ガヤナ、コロンビア南部、ブラジル北東部、フランス、ベネズエラ、ペルー北東部、ボリビアのアマゾン川、オリノコ川水系最大高潮46.5センチメートル。廃坑はややドーム状に盛り上がり、上から見ると、中央部より、 やや後方で最も幅広い卵型。第2、3、C パンにコブ状の隆起がある。背校の色彩は黒褐色や暗灰色。頭部はやや小型で、やや扁平。頭部背面の左右の目の間には溝が入らない。頭部の色彩は灰色や暗黄色、暗褐色で左右対称に黄色い反紋が入る。卵は、 長径4.1から5 3センチメートル単径2.5から3 7センチメートル孵化直後の幼体は、後長4 5センチメートル幼体は背校を上から見ると円形で、C パ板のキールや頭部の反門が明瞭。背校の色彩は、褐色や、海緑色。オスの生態は、頭部の反門が不明瞭ながら残るが、メスの生態は、 頭部の反紋がほぼ消失する。アマゾン川の個体群では、下顎のげ状突起が2本、折の湖水系の個体群では、げ状突起が1本ある。故障や河川の周辺にある水たまり、氾濫源にある三日月湖、湿原などに生息する。水生傾向が強く、日光浴や産卵以外で上陸することは稀。植生は植物食傾向の強い雑食で、 植物の葉、果実、水生植物などを食べる。水面で浮遊物やプランクトンを水ごと飲みこし取って食べたり、うっきに氾濫源で水没した陸生植物も食べる。幼体は雑食で動物の死骸なども食べるが、成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は乱生。寒気に川の土手や中洲などで、 1>, 1回に4から52個の卵を2から3回に分けて産む。卵は約70日で孵化する。オスは校長2 0トル以上、メスは校長3 0トルで生成熟する。生息地では卵も含めて食用にされたり、油の原料にされることがある。食用や油用、ペット用の卵角などにより、生息数は激減している。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。アクアリウムで飼育される。低温に弱いため水中にヒーターを設置して、陸上には局所的で熱源を照射して、皮膚や甲羅を乾かすことのできる環境を作る。暖房器具に紫外線が含まれない場合は、ペットに紫外線を含む照明器具を点灯する。餌として植物食傾向が強い生態には、 野菜や水草、植物食の干渉魚用の配合飼料のような植物質を中心に与える。高水温では水質が悪化しやすいため食べ残しは早めに取り除くようにする。ありがとうございます。